はい、ありがとうございます。ちょうどマリモさんと連番なんで取れない不安は微塵もない。あ、並んでるよ。あれ、バルブレイブも配置変わりましたね。もう2-2になった。え、ちょっと待ってくださいよ。でもこの間悔しいは悔しいよね。今さらバルブレイブに向きになってる動画そんな見ないですよ。何なんだろうね、もうね、本当に。やってまいりました。はい。まあ、ともや練馬の地に降り立ちました。我々来ましたね。D スタイル練馬店さんで本日やらせていただきます。はい、よろしくお願いします。ロングランに続いてですよ。あんな使った後また同じ店舗でしかも同じ台を我々そうなんですよね。抑えてしまうという悪い癖が出てますね。悔しいんでちょっとバルブレイブをもう一回って言ってるんですけど、はい、そんなにその。なんだろう、もうこれ絶対掴んだぞみたいな感覚なかったですか？なかったですね。そのまあ高設定の手応えは正直得られないままなんで、はい、今日はちょっとねお店どうなのかなってもうちょっと試してる感じもあるんですよ。挑戦みたいな感じですね。そうそうそう。いやだから問題は財布版ですよ。マリモさん、あの僕ねちょっと過去のお窓こうここ2、3年のやつを見直したんですけど、うん、8割マリモさんですよ。なんでなんだろうね。もはやマリモさんの財布でになってる。ちょっと僕も逆に申し訳ないんですよ。いやでも俺はそれでなんかこうスタッフとか、はい、あとモロゲンとかがちょっとそういうので聞かしてなんかしてくれるの嫌だね。お実力で勝ち取りたい男だな。すげえゲーム弱いくせにどこまでも強がっている。では今日のゲームは何ですか？うわー、なるほど、運の要素。じゃあ最初はグーね。行きましょう。はい、最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ。あっち向いてほい。ああこの4分の1を、うん、セースか田舎で。そうだね、10万また変わってきますからね。もうね、はい、行くよ。最初はグーじゃんけんぽい。あっち向いてほい。嘘だよ。一回しか回避になった4分の1だった。そう。じゃあ今回はマリオさんと財布でどこまでも頑張ります。じゃあ行くか、バルブレイブ。いつまでバルブレイブってんだ俺たち。1人2枚ずつということでね。はい、マジこれで済むとまだ気が楽だよ俺は。いやだから、まあ、前回のまあ挙動を見てるとやっぱりどうしたってその赤菜が出てきづらいというか、そうだね、そうだね。まず今日朝一のボーナスがどっちかですよ。 OK、 行きましょう。はい、頑張りましょう。絶対に朝一のチャンスを仕留めて赤7引いて AT つなげて上位につなげて20連させてその間にハラキードライブ4回取って3000枚出してマリモさんを安心させる。すごいな、やっぱプランをちゃんと組み立ててるもんね。ああここ通ればいいなとかそういうじゃないもん。じゃないです。絶対に何々してその先こうするって決めてるもん。大谷翔平のシートみたいなもんですよ。なるほどね、まずマリモさんを勝たせるっていうのが真ん中にあって、はいはいはい、その周りに運の要素だったり実力だったり、いろいろあるけどね、努力できることだったりいろいろ書いてあるんですよ。自分の力でどうにかできるところはもう自分で何とかするってことね。 すごいですよね。あれをでも10代の中学生だか高校生だかで運を上げるためにゴミ拾いするとかそういうの書いてあったんですよ。よすげえ、そんなオカルト方面もやってたんだ。そうそうそう。へえ、運を上げるためにゴミ拾いする。はあ、すごい。人生何回目って感じですよね。まずあの肉体に生まれたことがね、
あの肉体作ったっていう可能性ありますか、ね、だからそのうっすら記憶残ってて、あこうしたらこうなるみたいな。大谷選手って小さい頃から枕使ってなかったらしいですよ。歪むからですって、体が 骨が少しでも歪むから枕使わずにも、だからこうまっすぐ、え自発的にってこと。そうマジで怖っ、ちょっと怖いでしょ。怖い、何がそうさせるんだって、小学生とかでしょ。そう考えると半間裕次郎っぽいよね。あ半間裕次郎さ、あの生まれた後さ、あの、はい、お母ちゃんにさ吸わせろって言ったじゃん、父をさ、うん、ガブーって言ったらしいですもんね。歯生えてたじゃん。そうじゃあ半間裕次郎と大谷翔平はもう同じベクトルとんだね。オーガだ、だからオーガタイプなのね大谷さんは。もう僕700、800のゾーン行きますよ。すごい早いね。オーガじゃん、もうそんなの。溜め方オーガ。溜め方オーガだね。うん、大丈夫だ。でもな、一回チャンスをもらうだけで1万円だからな。高いよ。いや、高い。本当高いですよ。さあ、キューマ。よっ。あと3ゲーム。うわー、引いたけど。主人公の方だ、ダメだ。ラスト、おっ、リプレイだ、頼む。おお、あ間に合った、292ゲーム、ありがとう。おかしな通り方もしなかったし、しなかったですね、ちゃんと体力引いて通りましたからね。いきます。いける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 、うわまたかフェードアウト、画面からフェードアウトする流れ。でも結構やれたじゃん前回ね。前回だからまあまあ決戦から AT つなげたじゃないですか。あれがなかったら多分20万いってましたよね。あるよ、決戦ボーナスの流れはこっちにあると。そう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 、左、よしよしよし、ああうまい、それでこそ、それでこそゲンズ。3まではストレートでいきます。圧倒的に有利に進めよう。はいはいはい、バカ野郎この野郎、右当てられたからって今度は中に変えてきたな。お前は読んでるんだよ。お前の思考は俺は一歩先を行く。よし、さすが、さすが相棒。右も中も当てられたぞ。もうないだろう、お前には選択肢が。もう降伏しろ。ここまではストレートでいきます。大丈夫大丈夫、まだこれで、まあまあまあ、まだイーブンになっただけですから。まあ優しさだねこっちのね。ちょっと期待させてやるよ。はい、はい、ナイス。はい、もう圧倒的有利、はい、もう圧倒的有利。こっち2回攻撃できるから、君は1回いけるいける。あーもうこれ勝ったわ。あーおめー、ありがとう。おめおめ、ゲンスおめあり。さあ、じゃあ前回上位につなげれなかったんで。あ、そっか、そうです、僕はノー上位で終わっちゃったんですよ。3戦目までは結構いけたよね。そうです、3回ぐらいいってたかな。あと前回はここでね、やっぱレア役全然引けなかったんですよね。あ、ジャッジのとこね。ここでやっぱり無理やり継続みたいなことがなかったから、まずはここは、いやいや、もういいって。もう慌てんな、慌てんな、大丈夫。この流れ前回散々やったから大丈夫大丈夫、平常心。おおい、よしよしよし、行ってるそばから引きましたね。さあ、じゃあこっちも行きます。集中集中、悪くない。おー、リーチリーチ、これは絶対前回の分まで出してくださいね、うん、お願いしますね。あー、これは取ってあげたい。ここを通してパチスロ界のオーガと呼ばせてありますけどあいつに打たせてはとんでもない
きます。3戦目突破したやつ腐るほどいるのに当たったら大害になるの。いけるいけるいける、これはでもまだ11時になってないから1万1000円ですよ。いやこれは大賀だわ。うわ、だからもう、ま、設定推測もはかどりますからね。そうだね、とりあえず。いやまさかこれは大賀って言っていいわ。よし、失礼こきました。とりあえず20連目標は、だってチャンスの1回で通して、はい、普通の AT も1回で上位まで持ってったもんね。そうです、しかも始まりは決戦ボーナスですからね。そうだよね。でも腹切りがな取れるかどうか、まあ、ここはとりあえずストックありますから。さあ行こう。すぐすぐすぐ、うん、ああ怖い怖い、すぐ決着ついてくれ。おお、うん、いかない。何回に1回ぐらいで欲しい。いやーイメージですけど、なんか6は3割ぐらいはするイメージですけどね。スーも何連続か、連続で何連続かとかあったりするんで、じゃ3回から4回に1回ぐらいは来てくれた方が。そうですね、くれた方がというか来る感じね。あ、いた。わし、わし、429、1万6000も勝ちって共通ベルで。いや通せば安いもんですよ、まだ。そうだな。さあ、いけるよ。おし、なんか引いた、なんか引いた。うわー、イエーイ。いや、いいね。キレ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 。いやー、ダメか。はい。いや、でも俺もコインを減らさないということで当然入れた方がいい。ゲンが頑張ってくれただけじゃダメだ。いけ、あ、頼むぞ。いけ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 。うわうわ、共通は怖え。共通ベル欲しい。あげたい、今これをあげたい。終わった。よし、いや、いかないな。切らない、切らないですね。いやキューバならダメか。レアク、レアク。うわー、金だ。 あ、 金だ。よし、あんなパターンもあるんだ。よっ、にゃー、いった。9連目で100、まず100、50回だ。うわー、50か。いやでも有馬さん、9連目でとりあえず一発ならまだまだ希望は持てますよ。あの金文字ってドライブだったかな。ちょっとドライブ確定の演出は僕も ね全部は網羅してないんですよ。プレミアムキャラみたいなのがね。ムムちゃんは間違いないんですけど。コインください。あ、はい、よし。あ、ボタンが一瞬出た。おお、あ、早い。よしよし、危ない。あ、無音。レアク、さあそろそろ危ないぞ。いけ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 、ほら。あらあらあら、大丈夫大丈夫大丈夫。題してレアレアレアク。うわー、終わった。15。やっぱほら少ないですよね、枚数が。そうだね、1回だけだもんね、うん、いやでもよくやってくれたな、早めに入れてくれたけど。でもちょっと逆に不安になっちゃいましたね。勝利を決定づけるという感じにはなってない、うん、さきちゃんはなんか V 揃いとかリプレイとかで通んないと結構難しいんだよな。
130ゲームでサキちゃんです。サキちゃんは超反爆死的な感じだね。いや難しいですよね、引いたら一撃だけど。あ、いやでも今日ね、ゲンさんはやれると思うんだよね俺。でも多分大の後押しはあんまないですよ。パワーでやるしかないってこと、うん、滑れ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 、残り5ゲーム、左滑れ左滑 れ、イエス、サキちゃん来たよっ。ダメか、滑らん。あー入れた、ちょっと集め、おおお、ありがとう。いや今日やるで、いやいいタイミングでしたね。138ゲームでもこれが決戦ボーナスなら、マリオさんマジ考えた方がいいですよ。僕はマリオさんの才能のために思っています。すごい早口、これはここが決戦だったらマリオさんもういい加減これはもう考えた方がいい。分かった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 、ごめん分かった、すごい圧力。移動です。やめですマリオさん、これはでもこれもう600回しちゃったからな、もうパワーで出してるだけ。だからマリオさんが、まあボーナス取ってからでもちろんいいですけど、はいはいはい、それが AT 行こうか行かないかやめた方がいいと僕は思います。了解、うん、そうだね、それはまあここだから行きそうだから、とりあえずこのチャンスを通そう。アキラ&マリエル頼む。ただ展開考えたらもう2人で3万負けててもおかしくないです。それが今チャラぐらいでまあ済んでるっていう。ああキューマ君、そこ成功してもし赤7だったらとりあえずね、そうだね500枚ぐらいはね、うん、持っていけるから、プラスでもしかしたらやめれるかもしれない。626 3戦目までストレートで、いや自信なかったんだよな、なんかここえちょっとね気持ちがもう若干乗ってないところあるんですよ。ああ、これはうわーお見事、はい、あ桜柄、これはもしかしてやめ時なので、うん、やめ時かもしれないですね、マジで。どこ行こうかね、まあいいや、とりあえず俺は7にするね、はい、お願いします。下段、よし、とりあえず大よし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 、ここが一番楽しいからな、いきます、楽しもう、よし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 、 OK 一旦回復、あぶねえ、うわー、よし、あー1ゲーム早かったってこと、いやちょっとこれもう気持ちで負けちゃダメだ、そうだそうだ、気を取り直して、よし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 、当社いいね、当社結果的にね、そう問題ない、 OK 決勝戦いった、よーし4回、決勝戦、決勝行きました、よーいいね、よし右の方が得意、右脇を引けてるから自信を持って、右曲がりのゲンズ、右曲がりのゲンズいけるよ、右引きだけに右終わりのゲンズいってくれ、いやー右曲がりあ来た来た来た、決戦の鬼じゃこんなに決戦通すんだね、オーガっていやマジか、マリオさん、マジでやめときです、マジでやめとき右曲がりのゲンズブール、すげえ。だよく言えばマリモさんこう AT 入れてくれて上位持ってって、うん、マリモさんも10連ぐらいで腹切りがゼロとかでやめてたらベストです。あそうだね、もうお互い間違いなくないっていう。さあ気を引き締めて、あチャンス目、リアクリアク、あいかんのかい、あまだわからん、違うこれは新しい新しい煽りか、頑張れ、ここ通せば勝てるって、もう頑張れ、頼む俺たちに幸運を、うわあ、せっかく通してそれはないよ、いやむずいよね、むずい台だよね、いやでもペースマリモさんそんな悪くないですね、うん、今回いいと思う、うん、本当あと1回どっかホールドが取れれば、
最後に粘りが必要に なりそうだな。そうですね、ゼロになってからいかに粘るかだね、これ、うん、5連続ぐらいで引くとか。頑張れ。あ、大丈夫大丈夫。何が大丈夫だよ、一発でダメじゃないか。あ、次のゲームででもレイアウト引けば、あ、復活か、はい、チャンス目来い。あ、リップかよ。引き戻し見ますか。そうですね、アクセルかかってます、ね、おお、フルスロットルですよマリモで フルスロットルまとめられちゃうかなパーラーの方ですよ、それはウェイウェイオウェイオウェイ何今乗ってはいたんだけど何が分かんない僕も分かんないです。引き戻しだったらね、引き戻しは AD が出てくるんで、ね、わーわーわー、なんかラッキーな赤なのもらった。だったらちょっと頑張ろう。よし、いいぞ。キョーチェリー赤チャンス来た。やったれやったれ。6ホット取っちゃうよ。キューバかー、キョーチェリーで2ホールド。切ないね。そうそう、丁寧に丁寧に、ひとたたきひとたたき丁寧にやらないと。ひとたたき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 そんなヒート。分かった分かった分かった、ごめん、オーガオーガに俺が余計なこと言った。もうただの人である。どうよがレバーに座ってる。ただの人だろうが余計なこと言ってしまった。いやー、こっちはもう引き戻しもなければ200でも当たってないな、これは。よし、よいった。もうその台が全てだ。頼む。ここ超えれば6だけど、山田で6はきついよな。いやー、ちくしょう。よしぞ。あ、いける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 、強い気持ち、ストロングハート。偶数しさ。あー、ダメだ。あー、ダメか。あー、引き戻しか。ここで2人揃って赤なな失敗はちょっと痛いですね。ベルセルク、まあまだおまどこでやってないっちゃやつです、ね、やってないね。やってないので言うとこれとこれだね、うんうん、これってでも そこまで設定不問の一撃って望めるんですか。まあ7000だったかな、突破したら上位行くからこっちのが分かりやすいかも。割となんかその、まあ、これぐらいのはあるよ。やったことないしあります。僕もこれ自体をまだ1回しか打ったことないです。じゃあ SAO にしましょうか。 SAO を打ちたい、打ちたいというかこの中だったら打つかっていう感じなんですけど、リセット得点もあるんで、はい、